お聞きの皆さん、こんにちは。トイステージです。ハロー。今日も聞いていただいてどうもありがとうございます。いやー、まゆさん、まだまだ寒い日が続きますね。ほんまやね。ね、もうすぐで3月やっちゅうのにね、うん、この間も雪降ったりしたしね。ほんまやほんまや、ね、いやでもさ、こう寒いとさ、うん、ついつい胃袋に何か物を蓄えときたくなりません、うん、もう冬眠それ。冬眠じゃないけど、おうおう、そのまま寝ちゃわんといてな。そのままね、蓄えて寝る。寝ない、ま、なんか寒い時胃袋も温めたくなるというか。おうおうおう、うん、まあ、年中ですけどね。そうですね。今言おうと思ったけど、そうやったね、うん、そうやった。いやいや、私はね。あ、なるほどね、冬にそうなるんよ。そう、うんうん、で、なんか外とか歩いてると、うん、コンビニとかであんまんとか、うん、あったかい肉まんいかがですかとか書いてあったらさ、いかがですかって書いてあるの。あ、いかがですっていう感じで、いかがですの意味がよくわからへん。いただきますってこと。そうやな、それいかがですって言われてもな。違う、だから言いながらあれと思ったけど、ありがとう、ありがとう。そうそう、でついついコンビニとか入っちゃって、はいはい、あ、じゃあ肉まん一つとか言っちゃってるんですよね。なんかちょっと元気ないよね。あ、そう、うん、肉まん一つ嫌なのそれは。嫌じゃないけど、うん、なんかこう、でも自分でもちょっと葛藤するんですよ。あ、もう食べたらあかんかもとか。もうそう、あ、食べ過ぎやな、食べ過ぎやな、そんな食べてるんや、うん、そう、昨日も食べたなとか思いながら、うん、やっぱり肉まん一つって言ってるのテンションやったんか。そうそうそう、それは分からへんかった。そうそう、なんかスウェーデンやっぱ買っちゃってるみたいな感じ。そっか。そうそう、いやでも、うんうん、肉まんって、うん、まあ王道ですけど、そうですね、結構さ、スイーツ系のカスタードまんとかチョコまんとかあるんですよ。うん、え、食べたことあります？あります、あります。カスタードまんあります。え、美味しいんですか？美味しいでしょ。あ、へ、あ、なんか肉まん博士としてが私の資格やな。博士だよ。でもちょっとね、見てみただけで結構肉まんもご当地肉まんみたいなのがいっぱいあって、普通に食べる分にはピザまんが一番好きなんですけど。へー、そうなんや。ピザまんの人初めてかも。うせやん。え、なんか大体ピザまんレアじゃないですか。ピザまんも私ベストオブですよ。へー、そうなんや。めっちゃ好きピザまん。ピザまん派の人手挙げて。はーい。いや、今聞いてもらってた人どれくらい手上がったかな。いや、一人か二人じゃないですか。そう、いやでもね、ご当地肉まんを調べるとですね、うんうんうん、例えば北は北海道には、うん、肉じゃがまん、あ、美味しそう、美味しそうでしょ、うんうん、あたかも美味しそうでしょ、うん、で、宮城には豪華な牛タンまん、うん、へえ、それっていくらすんねやろね。あ、ほんまやな、値段調べとけばよかったね。ねえ、で、山梨には鶏もつまん、うん、鶏もつ、うん、へえ、食べてみた。もつが入ってる。あ、もつ大好き。ね、結構ね、ちょっと濃い味でなんか、うんうん、肉まんとご飯いけそうやんね。あ、そうですね。これ否定せえへんねや。関西人やな。大丈夫なんや。炭水化物×炭水化物大丈夫なんや。マジで、うんうん、で、ね、静岡には、うん、静電まんっていうのがあんねんて。おでん、そう、おでん、静岡おでんが肉まんとコラボレーションして、なんか中にね、牛すじとかうずらとか、あ、なんかそれがちょっと生地に染み込んでね、染み込んでね、染み込んだ生地がめっちゃ美味しくない？美味しいとの、ね、こうパカッて開けた瞬間のこう、わおっていう驚きと、そう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 、こうなんか汁がこうポタポタって出てきた時のあの感じ、うん、もう絶対美味しいと思うよ。でね、ちょっと調べただけでいっぱいご当地まんがあるんですよ。そうなんや。そう、なのでね、このラジオ聞いていただいてて、はい、あの、うちの近所にはこんなご当地漫画ありますっていう方もしいたら、はい、ね、コメントとか、そうですね、はい、いただけたらいいなと思います。いやいや違うね、まゆさん、なんやなんや、そんなマンの話じゃないんよ全然。え、私の話はマンの話でしょ。ピザマンの話でしょ。ちゃうね、ちゃうね。なんやねん。いや、こう寒いから、うん、胃袋も温まって、うん、私はね、うん、ちょっと横腹に肉がついてきたんですっていう話をしようと思ったんですよ。え、そこに落ち着く。そうそこに落ち着いちゃ う、肉がついてきました、ちゃんちゃんってことですか。ちゃんちゃんって話。うわ、それなんかあんまりちゃんちゃんしたくない。まあでもね、こんな感じで、あの、はい、今回も食べ物ネタで盛り上がる気満開ですね。そうですね、こんな感じで、はい、もりもり食べる私たちが今日も元気もりもりでお届けしたいと思います。はい、今日のトイステージラジオ、お相手はトイステージのまゆとトイステージのかよこです。それではトイステージラジオスタートです。トイステージラジオ、
こんな横腹にお肉がついた私ですが、ちょっとテンション低いな。いやこんなってびっくりしたわ今、何が起きたんかと思ったわ。失礼失礼、横腹触りながら喋っちゃった、ごめんなさい。あそこにちょっと自分でテンション落ちた感じな、この横腹がみたいな。やめてやめて、そんな私ですがみたいな、ちょっと暗い暗いね。びっくりするびっくりする、明るくいこう、トイステージラジオ。そうやね、はいはい、ね、こんなんやけど、うん、まだ食べ物の話していいですか。いいですよ、私食べ物ネタどこまでもついていきますよ。そうやね、そうやね、はい、なんか我が家にね、うん、やっとね、うん、オーブンレンジちゃんがね、うん、登場したんです。おー、イエーイ。そう、もうね、うん、ずっと欲しかったんですけど、はい、なかなかね、電気屋さんに行く時間とかなかったりとか。あんたどんだけ時間ないねん。電気屋さんに行く時間って何、東京に来てからっていう意味。東京に来てからじゃないけど、いやなんか最近、うん、引っ越ししてから。あ、引っ越しした時に手放したわけね。そうそうそう、そうなので。あ、なるほどなるほど、うん、じゃあこの2ヶ月ぐらいなかったよね。そう、なかったんで、いや欲しいな欲しいなとか思いながら。いや電子レンジはもう必需品でしょ、うん、そうですよね。冬とかだってさ、あ、ちょっと寒い、何か飲みたいなってなったらちょっとチンしようとかさ、うん、そうそうそう、超便利なんですよね。めっちゃ便利。お湯沸かすよりちょっと早かったりね。まあお湯沸かしてもいいんですけどね。そうなんですよ、うんうん、昨日はもう餃子温めちゃったわ。そうなんや。でもその電子レンジが来たことによって、うん、もう今からグラタンだって作れるし。作るの？グラタン作れるでしょ。オーブンの機能もあるんでしょ。あるあるある、めっちゃ下回った。え、じゃあ作れるでしょグラタンとか。あ、冷凍じゃなくてってことですか。冷凍じゃないです。え、もうそこはさ、うんうん、便利やからさ、うんうん、もう冷凍でいいじゃん。まあ、チンすればいいじゃんってこと。そうそうそう。あ、まあね、まあね、まあ、でもさ、例えば、うん、クッキーも焼けるし。あ、そうですね、焼けますね。なんか焼かなそうやわ。今自分で振っといてなんやけど。いやいや、あ、そうですねみたいな。そうそう、そういえばそうですね。え、クッキー焼けちゃいますよ。そうですね、うん、じゃあ焼こうかな。絶対焼かへんや。いや、だからこんな便利なもんがさ、来たから、うんうん、私もますます料理からこう遠ざかっていくんかしらとか思ってんですよね。なんか普通逆ですよね。そんななんか便利なものが来たから、うん、なんかレパートリーが広がるわけじゃないですか。例えば今までグラタンとか作れなかったけど、その機材があるから作れる。クッキーも焼けなかったけど焼ける。例えばチキン焼いちゃおうとかもできるわけじゃないですか。あ、そっか。それがますますしなくなっちゃうの。え、ますますなんか楽ちんなるわって思っちゃった私。そう、え、料理の何が嫌。楽しくない。それこそこう切ったり、なんかこう切ったり、この下ごしらえ、切ったり切ったり切ったり、なんかこう、ね、もう切るしか言ってないけどな。切るのが嫌なんや。そう、なんかその下ごしらえがね、うん、ちょっとめんどくちいかな、めんどくちいかな。じゃあね、そんなね、めんどくさがり屋のかよこちゃんでも、はい、なんかこんな感じで料理したら楽しくお料理できちゃうんじゃないかなみたいな、ほうほう、一工夫をやってみたいと思います。それでは今日のテーマに行ってみましょう。今日のトイステージラジオは鍋アズメントパーク。さあ、というわけでですね、はい、今日はいろんなお野菜を使って、はい、いろんな動物を作って、ほうほう、見ても美味しい、食べても美味しい、うん、とにかく楽しい、はい、アミューズメントパークみたいなお鍋を作っちゃおうっていう、ね、企画でございますよ。わかりました。もう私もウキウキしてました、ずっと。ウキウキしてた。なんでそれでもあれやろ、食べたいからでしょ、うん、そう、食べれるからでしょ。それって役得って言うていいのか分からへんけど。なんなのこの美味しい企画みたいな。確かに生き生きしてましたもん、作る時も。私結構そういうね、図画工作みたいなことも大好きなんですよ、うん、あ、そうなんですか。何かを作ったりとか、ね、何かを描いたりとか。あ、だってうまいもん。いやいやいや、ほんと好きなんですよ、うん、ね、プラス、うん、それ作った後食べれるんですかみたいな。そこメイン、本当にいいんですかそんなことしてみたいな。超嬉しそう。もうめっちゃ嬉しかったよ。何これ何これ。そっか、じゃあまやさんの好きなこと得意なことが全部凝縮された企画なんですね。大好き企画ですよ。あ、それは良かったわ。もうめっちゃテンション上がったもん。私は逆にね、作ったりすんのまあね、うんうん、もう皆さんちょっとご存知かと思いますけど、あ、得意ではないので。そんなことないんですよ。でも皆さん、いやいやいや、今までもね、かよこちゃんの絵とかも見てもらってると思うんですけど、あ、はい、本当にね、個性的で、まあまあね、独創的で。褒めてるそれ。褒めてる、めっちゃ褒めてるやん。ほんま、めっちゃ褒めてるよ、うんうん、もうね、私にないすごいことするんですよね。あ、ありがとうございます。だから今回それも楽しみにしてたんです、うん、私。あ、そうですか。かよこちゃんは一体どんなものを作ってくれるんだろうって。そうそう、だから多分まよさ
んはすごい器用に作ってきはるやろうから、うん、私なるべくこう面白くなんかこうちょっと変わった方向で攻めれたらなと思ってたので、いや絶対そんな考えてないでしょえいやここナチュラルでしょ。いや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 めっちゃ計算計算ほんま計算かよちゃんでも計算してるよ私。そうなんや、うん、そうそうそう。いやでも、うん、実際出来上がったものは、はい、本当にね個性的なものできました、うん、そうですね。私あれはちょっとっていうやつ、うんうんうん、あったから、うん、ちょっとそれね後から皆さん楽しみにしていてください、うん、はいはい。じゃあというわけで、うん、まず最初の工程は、はい、一緒にお買い物に行きました、うん、あそうですね。さあスーパー行って ねどんなお野菜で何を作るかっていうのをイメージして、うん、そうですね一緒に買い物に行ったんですよ。はい行ったですね。まえさんは最初に何か買いました？ウインナー。いやいやちょっと待った待った待った、最初に買ったものでしょ、うん、ウインナー。いやいやいや、あの先週の放送でも、うん、お野菜を使ってって言ってたからさまさっきも言ったか。そう、そう、確かにそうめっちゃ言ってたやん。お野菜を使ってって言ったね。そう言ってたやん、うんうん、だからあのとりあえず野菜から言っていただけますでしょうかあのウインナー大好きなの分かりましたから、もうウインナーです、はい、私頭の中にあったのはウインナー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 でもかよこちゃんが、うんうん、あのちゃんとあのお野菜コーナーのところにねまずこうバーって言ってくれたんですよ。そうそうそう、私はウインナーウインナーって思ってたんですけど、そうそうそうずっと言ってましたよねそうで、かよこちゃん お野菜を選んでるかよこちゃんにも、はいはい、ウインナー買うの忘れんといてなほんまにですよそう、あの野菜ですよここってあのほんまにまえさんウインナーしか使わんのかなと思って大丈夫企画的にと思ったんですけど、いやいやほんまに忘れたくなかったんそっかそうそう絶対ね、うん、絶対忘れたくなかったから、うんうん、ほんまに覚えといてなってそうそうそうマジ真剣やったからウケたいやでも、うんうん、人のこと言われへん。かよこちゃんは、うん、魚にそうに走ったからね。そうだっけ。私お鍋に魚にそう入れるの初めて見た。嘘、美味しいよ。美味しいの入れる。はい、私あの何でも入れます。え、こういう企画じゃなくて、はいはい、お家でお鍋するときにも、はい、魚にそう入れるの。はい、何でも。だってもう I love 魚にそうなんで私いや、はい、You love ギャブソーちゃうわ魚です、魚ですから、そこ間違えないでください。今ゆさんギャブソーって言うてもうたわかっこいいね、ギャブソー。それ使おうかな。 You love ギャブソー。 Yeah, yes, I love ギャブソー。全然分かれへん、何やねんそれみたいな。何のこっちゃ。いやいや、ほんまにいや、美味しいんですって、うん、いや、まあでもまあまあ美味しかったですよ実際、うん、初めて食べたけど。そうでしょ。いやでもそれは置いといて、じゃあはいはいはい、お野菜の方に行きましょうよ。そうですね、そうですね。お野菜はじゃあ、うん、何を一番に買おうと思ってたとかある？あ、私椎茸。お、うん、私の一番大好きな椎茸。あ、そうですね、はい、あのいつの日かめっちゃ食べてた人ですよねいつの日かあの正月元旦のね、食べてた食べてた、もう大好きなやつ、ね、うん、ちょ、あの、うん、椎茸の石突き、うんうん、が、うん、象の花っぽく見えて私には。あ、すごいね。そうでしょ、イマジネーションが。イマジネーションすごいでしょ、私のこの発想力、ね、うん、そ, うそれで、あ、じゃあ椎茸を象さんにしようって思ったんですよ。へー、そうそうそう。まゆさん何かありました？私最初に思い浮かんだのは、うん、カリフラワーなんですよ。カリフラワー、うん、へえ、どんな感じで？最初の動物が羊が浮かんだんですね。あのちょっとモコモコ。そうそう、カリフラワーって白くて、うんうん、こうモッコモッコモッコってしてるやん。あ、そうですね。あ、これは絶対羊になるぞみたいな。なるほど、じゃあそれが結構そういう色とか、うん、形とかからイメージしたものが多くて。あ、そうなんですね、うん、うんうん、だからカエルとかもあのなんかこうモコモコってした形と、うん、緑。あれ私すごいと思いました。ピーマンいけるんちゃうみたいな。あ、私もそれね、ほんとカエルはすごいですよ、うん、皆さん後で見てくださ い, すごいですよ本当に、うん、私感動した。あ、なるほどねと思って。マジで、うんうん、でもいろんな動物出てきたよね。ね、ほんとに。かよこちゃんがじゃあ、うんうん、これを見てほしいっていうやつは。これ私はね、その力 力作ね、もう私本当に力作なんですけど、うん、あのお鍋に入れるから、うんうん、グツグツしちゃうから、うん、取れたら困ると思って煮崩れしちゃうから、うん、体とか頭をね、うんうん、いかに崩れないようにしないといけないって考えて、うんうん、切り抜くしかないと思って、はいはい、うん、例えばあのライオンだと顔と毛のところを、うんうん、あの色を変えたかったんですけど。たてがみね、うん、そう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 、うんうん、毛のところ全身毛ですけどツルツルなとこないですけど。そうでした、そうでしたそうやったね。たてがみをね、たてがみね、たてがみと色を、顔と色を変えたかったんやけど、うんうん、はいはい、そのためにはって考えて、うん、じゃあたてがみのところを、うん、
人参にして、はいはい、顔の部分も大根にしようと思ったわけですよ。はいはい。じゃあこれは切り抜くしかないってやっぱ思って。あーなるほど。そう、でも包丁しかなかったからね、うんうん、大変やったんで、ちょっとそこら辺の力作をぜひね見てほしいです。オッケー、はい、じゃあそんな力作もこんな風になりましたみたいなね、うん、発表はこの後。それでは後半へ続く。なんとか戦隊イエロー、なんとか戦隊オレンジ、 We are Toys! 面白すぎてすんません。嫌な感じで笑顔がつながるライブ、いつの間にかハッピリケーション、トイステージライブにおいでよ。この面白さにトリックはありません。 I'm hungry! トイステージ、トイステージ、ラジオ、ワイワイ楽しんでいきましょう。ラジオの前にいる君最高、今日も聞いてくれてありがとう。マユとカヨコがお届けするよ、一緒に盛り上がっていこう。後半です。はい。さあ巷ではね、はいはい、キャラ弁っていうのがめっちゃ流行ってるじゃないですか。あ、そうですね、キャラクター弁当。うんうん、そのまま、ね、やっぱり子供たちはさ、そういうこう可愛らしいものとか、はい、お弁当がね、そんなキャラクターになってるなんてもうめっちゃ嬉しいじゃないですか。そうですね。いつらの時代にはそんなのあんまりなかったけど。なかったなかった時代にはとか言っちゃったけど今はね、すごいそういうのも流行ってるし、すごいですよね、やっぱり嬉しいと思うね。うん、うん、子供たちはね、やっぱりね、あの嫌いなお野菜とかがさ、うん、もし好きなねキャラクターとかになってたらね、うん、それで食べられちゃうかもしれないしね。そうそう、ちょっと食べてみようかなっていう一個になるかもしれないし、うん、ね、とてもいいアイデアだと思いますよ、キャラ弁ってね。でしょ、うんうん、だから今回はね、そんな、うん、まあキャラクターは一切ね出てこないですけどね。あ、そうですね、うちらのオリジナルの動物たち、動物をいっぱい作って、はい、はい、お鍋を作っていきました。はい。で、うん、今回はその作っている風景を写真でね、いろいろ撮ったりなんかしているので。そうですね、今からはその写真を交えながらいろいろお話ししていけたらなと思います。はい、そうです ね、いや、いろいろね撮りましたね、うん、写真もね撮った撮った、超真剣じゃないですか。めっちゃ真剣ですよ、こらね。だからなんか撮られてても、うん、もう真剣すぎて、うん、あ、この時撮られてたんやっていうのが結構見たらあるんですけど、うん、そうそう、でもなんかっていう顔してるんで、ね、なんか切り抜くのが大変やったからさ、うん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 、もうこの顔出して大丈夫ですかっていう顔が結構、うんうん、あったありましたね。でもなんかかよこちゃんの方から、うんうん、うわうわ足がああみたいな声がすごい聞こえてくるわけよ。いや、もうなんでもなんなん、大丈夫、どうしたみたいな足取れた、足取れたみたいな。そう、実はね、うさぎちゃんの足がねあのね、一本ないんです。ない取れちゃったんです。そうなんや。そう、多分その時かな。うんうん、まあなんかね、いろんなハプニングもあったけど、うん、はい、一番最初に出来上がったものって何？人参のライオンくんかな。あ、私あれすごいと思った。え、すごいでしょ、うん、これだけでめっちゃ1時間ぐらいかかってるから私あ、そっか、なんかね、全部の仕込みに3時間弱ぐらいかかってるんですよ、うん、そうなんですよね、全部の動物を作るのにはい、そのうちの1時間を、うん、そうそうそう、あのライオンがライオンくんが、おいおい、あれは絶対作りたいと思って、うんうん、頑張りたいと思ったから、ちょっと最初にやろうと思ったんで、あのくり抜いたやつですよね、全部。はいはい、しかもこれね、1回失敗して2作目ですからねあ、知ってる、うん、1作目はなんか失敗したかなんかで、うん、ピラフの具になってた。あ、そうなんです、そうなんですこれちょっとピラフの方へお願いします。そうそう、あのね、これあの全部いろんなお野菜を切ってる間に、はいはい、いろいろあの切りくずっていうか、なんていうの、細かいものができるじゃないですか、うん、でそれはお鍋に入れたらこうちょっとくちゃくちゃになっちゃうので、うん、細かくして、あの私たちピラフもいただきましてですね、はい、それも美味しかったね、鍋&ピラフをいただきましてです ね、もう喜び2倍でございました。まゆさんの顔がさらに笑顔になっちゃいましたまあまあそんなことは置いといてですよ、まあ、最初にできたのがライオンなんよ。そう、あれ頑張ったわ私、ほんまに。あ、そう、うん、出来栄えは自分の中で後で見ていただいて、はいはい、ライオンかどうかはちょっとそれぞれのご判断にお任せしますけど、はいはい、私的にはもう完璧でございますよ、うん、パーフェクト、パーフェクトでございますよ。すごい、顔を大根にしたところがね、あそこがね、うん、大変やったんですよえ、マリさんは、マリさんは、私一番最初はうずらを使ってまた野菜ちゃうんかいっていうねツッコミが聞こえてきそうですけどもう言わんとくわ、じゃあなんかうずらの卵でできるんちゃうと思って。あ、でも私あれすごいと思いましたよ。めっちゃ可愛いと思う、うん、可愛いし、シルバニアファミリーかって思ったもん。うん、それ言い過ぎかな、これ売ってるやつちゃうって思ったもん。売ってないよ全然売ってないけど、うん、そうか、うん、マユバニアファニミリーとかしよう。いや噛むないやいや、でも本当、うん、結構ね、思
ったより可愛くできました、うん、ね、耳のところをさ、うんうん、上と下を切って、うん、耳にしたんですよね。そうですそうです、ね、あの発想が私すごいなと思って、うん、本当ですか、コアラちゃん、うん、あれはね、ノリを貼ってお花にしたりとか、うん、で、あの黒ごまを目にしてるんですけど、あ、そのアイディアね、私もいただいちゃいました、うん、いただいちゃいましたパクっちゃいましたあれいいよ ね、うん、いいいいいい、で、あのうずらをくっつけてるやつなんですけど、はいはい、中身にね、あのお野菜とお野菜をくっつける時にも使ったんですけど、はいはい、のりとか使えないじゃないですか。そうですね、なので、うん、パスタを使いました。へー、あの茹でる前の硬いやつ。あ、突き刺してってことですか。そうそう、でもやっぱりさ、お鍋に入れて食べるから、うんうん、食べる時には火が通ってるわけですよ。あ、じゃあちょっと柔らかくなって、うんうん、一緒に食べれる感じ。一緒に食べれるから。あ、すごいね、まゆさん。あ、なるほどね。ね、いいでしょ、うんうん、じゃああれだ、爪楊枝とか一切使わずだ、全部パスタでやってるんだ。あ、使いましたけどね。使ってるんかい危ないやんかいやいや、でもね、うんうん、食べる時にちゃんとね、まゆさん教えてくれたもんね。それ爪楊枝入ってるよ。爪楊枝ですかびっくりしたけどいや、ナスビとかはさすがにね、あ、私まるまる使ったから。あ、そっかそっか、ペンギンさんを作るのにね。そうですね、さすがにそれ全部突き刺すには、あのポッキリポッキリ折れるわけですよ。あ、そっかそっか、パスタが途中で、うんうん、それはね、うん、なのでちょっとそれは爪楊枝にしちゃいましたけど。あ、なるほどなるほどそうそう、で、あとはウィンナーもね、私結構使ったんやけど。さすがウィンナーって言ってたからね。ウィンナーはね、ウィンナーだらけやった。私ウィンナーの可能性まだまだ広がると思う。本当、うん、本当。でもね、あのウィンナーってタコさんウィンナーしか想像つかないけど、うんうん、いろいろ、ね、カニさんとね。あ、カニさんも、うん、あ、すごい。え、カニさんってさ、お弁当の定番じゃない？結構。いや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 、いや私そんなん作ってもらったことないわ。え、作って、タコさん、カニさんって結構定番でしょ。そうなの。うん、いや、カニさんなんてカニさんなんて初めて初めて。マジで、うん、あれは私のオリジナルではないもの。そうなんですか、うんうん、一般的に、maybe なんで英語多分ね。そっか、それにちょっと、うん、あのイカさんは、お、イカさん、まあ、タコがいけるならイカもいけるんちゃう。あ、まあ、そうですね、足を増やしたいだけですよ。そう、まあ、足は増えてないんですけど、ね、増えてないんかいいや、そうやったんや。だって10本にするの難しい、ね、めっちゃ細かいよね。そう、確かに。じゃあかよこちゃん、あ、私な、うん、一個すごいの見つけて。すごいの、何何何。スターウォーズに出てくるやついるんですよ。え、どれですか。いや、どれも可愛らしい動物なはずなんですけど。え、いやいやいや、後で皆さん本当楽しみにしててくださいね。え、何何何。多分みんなの頭の中トゥー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 ってなると思うよ。いやいや、嘘、ないないない。めっちゃ、ダースベイダーじゃなくて、あの、あ、そう、さっきね、ちょっと調べたんですよ、うん、はいはい、あれなんやろうと思って。何何。グリーバス将軍。グリーバス将軍なんかいません、いませんやめてやめて。ほんま鍋に入ってんねん入ってない、怖いわ。びっくりすることに。なんで可愛い動物たちなのにの中にグリーバス将軍おんねん。マジ、ほんまほんま。というわけで、そんなグリーバス将軍を皆さんに見ていただきたいと思います。いや、それ見ていいよ、それ見ていいよそれでは発表しましょう。じゃじゃーん。はーい、こんなお鍋が出来上がりました。イエーイ、すごい。イエーイ、みんなグリーバス将軍探して探して。いないよいないよ。どこ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 よ、全然わかんないよ私。そう、あの右上のやつちゃうん。右上。じゃん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 。ないないない。ゾウさん、ゾウさんさっき私が散々もう最初のインスピレーションで浮かんだゾウさんですから。マジですかはい、スターウォーズの曲流れません。グリーバス将軍って調べてんけど。調べとってね、あの、そう、さっきさ、始まる前さ、そこを必死に調べないで前さあれなんやろ、めっちゃ見たことあるわと思って。もうトイレやったら違うから違うからと思いながらもう残念。でも2人で20匹ぐらいの動物を、うん、そうですね、作ったんじゃないかと思います、うんうん、作っていくうちにどんどん発想力が湧いてきて増えていきましたね、うん、いやでもそんなこと言ってるけど、はいはい、自分たちが作ったと思ってるものと、うん、皆さんが、あ、これってなんとかやなって思ってるものが一致するかどうかはまた別の話やけどね。その通りに思っていただけれたらすごく嬉しいですけど特にゾウさんね。ゾウさん、ね、さんですからね。クリーバス将軍ではないね。じゃないですからねさあ、それじゃあね、はい、味の方の感想はまた後ほどということで、楽しくお料理できました。はい、以上ナベースベントパークでした。なんとか戦隊イエロー、なんとか戦隊オレンジ、 We are 大戦。面白すぎて
てすんません嫌な感じで笑顔がつながるライブいつの間にかハッピリケーショントイステージライブにおいでよこの面白さにトリックはありません I'm hungry トイステージラジオさあお料理の後ははい試食タイムイエーイめっちゃ嬉しそうマミさんもうここぞ食べたそこメインでしょやっとやなそう、ね、だって3時間かけたよそうやなもう私たちも途中も作ってる時がお腹空きましたねとか言いながらねもう私だって切れ端の野菜食べてたからそうそうマミさん食べんねやと思ってまあ私もちょっと魚にそう食べたけど食べたんかい一緒やんけマミさん食べてるやったらいいかなと思ってまあいいんですけどねいいでしょいいんですけどねもう我慢できなくてねえもう3時間かけて作ってんから3時間食べちゃうぞぐらいの勢いですよいやモリモリ食べましたよね特にマミピラフと一緒にね一緒にね、うん、いや本当美味しかったですね美味しかったね、うん、やっぱり時間かけて、はい、愛情たっぷりかけて作るお料理はね、はい、なお美味しい本当ですよもう愛情もたーくさんですよねそうですよそれがなんか感じました一つ一つなんか食べるのもちょっともったいない感じがして、うん、もったいないと思う、うんあうん、でも大人はさ、うん、わなんかこれすごい時間かかったなもったいないなって思うかもしれへんけどやっぱり子供はもう純粋に、うんうん、あそうねわーウサギさんわーコアラさんわー、うん、ペンギンさん、うんうん、わーグリーバス将軍グリーバスじゃないからないからってなると思うねなっちゃうからなると思うね、うん、まあ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 ねキャラクターやんキャラクターおったキャラクターちゃうからねでもねあの、うん、お鍋の、うん、結局スープはあの、うん、パイタンスープあはい、したんですよ、うんうん、あの白っぽいやつでそうですねでなんか私、うん、火鍋とかするときにさ赤いスープと白いスープがあってその白いスープの方だと思うんですけど、うん、ああそうですね、うん、あれだけを単品でお家で食べるとかってしたことがなくてうん私もです初めて美味しいね、うん、美味しいめっちゃ、うん、意外に何でも合いますね合うほ、うんで、ね、私一個すごい発見やなと思ったのが、うん、セロリがすごい合うあ私、マユさんに食べられてセロリ食べてないねんけどこんなとこでそんなこと言わんといてくれるマユさんが食べたからじゃあね、じゃあね、でもあの、言っていい一本しかなかったんよあ、そっか、少なかった一本しか、じゃあ、はい、あーんってすればよかったそう、待ってたのに、パクパクしてマジか、いや、うん、でも出汁出てたでしょうん、出てた、セロリの出汁、うん、すごいね、そんだけやのに、うん、すごい威力やねすごい威力やと思うすごい美味しかったでさやっぱりいろんなお野菜いっぱい入れれるしお鍋って、はいうん、かよこちゃん的にさなんか苦手な野菜とかあんの、うん、あ私ね実はカリフラワーが、うん、いや食べれなくはないんですけど、うんはいはい、あんまり好んで食べないんですけど羊がね、うん、出てくるから、うん、羊やなと思って食べたら、うん、意外と食べれました美味しく食べれました美味しく食べれましたあそっか、うん、やっぱりでもさこうやって、うん、あの一緒に作ったりとかしても、うん、より食べれるかもしれへんし、うん、あそうですね、うん、そういう一工夫で、はい、小さなお友達にこう好き嫌いがなくなるとか、うん、ちょっと苦手やなっていうものが食べられるとか、はい、でねもういっぱい好き嫌いなくもりもり食べて、うん、元気に育ってくれますようにはいっていうね気持ちを込めてやってみました、はいはい、皆さんお楽しみいただけましたでしょうかそれではエンディングですさあそれでは次回の予告です、はい、次回のトークテーマはバイリンガルルバイリンガルルイエーイってなんですかなんかもうニュアンスでつけたんですけどニュアンスまあでも何をしたいかと言いますと、はいまあ、私たち普段こうやっていろんな言葉を喋ってるじゃないですか、うんうんまあ、これが普通に大人の言葉やとしたら、はい、小さい時ってあの子供の言葉を喋ってたわけですよああはい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 、はいまあ、あの幼児語とか育児語とかって言ったりもするんですけど、まあ、例えば、うんうん、ワンワンとかさあ犬ブーブーとか、うん、あ車、うんうん、なるほどなるほどそういう感じでこう子供の時に
覚えたと思うんですけど、うん、最初に、はいはいはい、それを今私たちは子供に喋るときにそういう、こう子供の言葉を使って喋りかけたりとかもすると思うんですけど、うん、まあ、そういう子供の言葉をいっぱい思い出してみようっていう、あ、なるほど、結構ね、いろいろありそうですね、うん、なんかさ、今さ、パンって、はい、10個言ってって言われてもなかなかこう思いつかへんよ。うん、そうですね、えらい遡らないと何やったっけみたいな、まあ、私はまあ10年も経ってということで、はい、お楽しみにまあそんな感じでね、はいはい、あの子供の言葉を思い出して、うん、はい、子供の言葉と大人の言葉両方使えるようになりましょう、バイリンガルになっちゃいましょうっていう企画です。わかりました、皆さん来週もお楽しみに。今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとう。今日のトイステージラジオ、お相手はトイステージのまゆとトイステージのかやこでした。来週も絶対聞いてくださいね。